AK-74 をベースとする SAW モデル RPK-74。 他の SAW と同様にバイポッドを備えており、 AK-74 より長いバレルサイズを持ち、より速い弾丸速度で長い射程距離を実現している。ライフルのマガジンより15発多い45発のプラスチック製マガジンを装着。これに対応してリコイルスプリングとレシーバーを強化し、長時間の連射を可能にしている。M16A2 をベースに SAW 化させた M16A2LMG。 FNLAR と同様、 M16A2 ライフルのバレルの強化やバイポッドの強化がなされているほか、バレル上部にはキャリングハンドル、下にはフォアグリップが装備され、前進しながらの射撃を容易にしている。また100発の容量を持つ特殊なマガジンも製造されて、より多数の弾薬の連射も可能にしている。現在アメリカの海兵隊をはじめ、エルサルバドルやブラジルなどで採用されている。アメリカ軍のトライアルに向け、 FN 社が開発したミニミ SAW。マシンガンを軽量小型化する方向で開発された点において、アサルトライフルを強化した他の SAW とは一線を画している。最大の特徴はベルトリンクとマガジンの双方で給弾できることで、マガジンは M16 の30連発を使用。さらに長時間の連射で熱を持つバレルの交換も可能になっている。現代の戦闘形態にマッチした SAW としての評価は高く、ベルギー、アメリカをはじめ多くの国で採用されており、日本の自衛隊でも
次期 SAW として導入が決定している。